広島市西区のマリーナホップ跡地の活用について県は近く事業実施計画案を承認する方針であることが分かりました12月に営業を終えるマリーナホップの跡地には自動車用品事業などを手掛けるトムスが多目的サーキット広場などを備えた施設の整備を計画しかしマツダなど構成メンバーの離脱が相次ぎ資金調達の見通しが立たなくなったことから 県は事業計画案の承認を保留していました関係者によると県は開業資金およそ89億円の調達期限を今年9月と来年2月に設定トムスが必要額を調達できなかった場合は県が契約を回避でき損害責任も負わない内容の合意文をおととい付けで結んだということです合意を踏まえ近く計画案を承認する方針です